よし、ノブ。かけろ、ノブ。矢筒を新しくいたしませんか。お探しのものがあるといいんですがね。何かご入り用でしょうか。新しい品が入りました。素材が足りないようですね。また来よう。またお越しください。大変です。日吉の湯につながる橋が猛虎に奪われました。往来の多い橋を奪えば日吉を攻めやすいからな。よし、様子を見に行こう。ありがとうございます。役立つものばかりです。走れ、ノブ。まさかあなたもお侍。生き残りは他にもいらっしゃったのか。一体誰のことだ。カシネに住んでいるとか。ぜひお会いになられてください。行ってみるとしよう。お侍、そちらは堺家の太刀では。
詳しいようだな。知らぬ者はおりません。それにしても聞きしに勝る美しさ、まさかこの目で見られるとは。竹を切る稽古か、懐かしいな。よろしければ一度お試しください。その太刀はまさに宝刀にございます。優れた刀鍛冶が仕上げたのでしょう。しかし腕を上げるには稽古あるのみかと。鍛錬を怠るべからずか。稽古台はいくつもございます。ぜひお探しになってください。ではお達者で。お守りください。ご入り用でしょうか。ノブ、さあ。
侍様、ここを通ってはなりません。武士と知っていながら俺を止めるのか。どういう了見だ。私の役目は神社を守ること。この戦が終わった後、神のご加護を再び求めて民が詣でに来るときに鳥居がなくては困るでしょ。今こそ加護がいる時だ。そうですが、社への道は険しく、私も一度参ろうとしたところ途中で死にかけました。俺ならたどり着ける。木登りも崖登りも得意であったからな。もし社まで行けましたら、島のためお祈りしてご符をお持ち帰りください。身につければ御身をお守りくださるはずです。故郷のため役立てよう。助かった。対馬にある鳥居はすべて神の社へと通じています。ご符もそこで得られる。少し疲れたか。いや、
坂井様、志村様はご健勝で。今は猛虎に捕らわれておいでだ。うん、ご心配なく。辛抱強いお方ですから、戦の技量に優れ、さらに和歌まで。坂井様も和歌を？そのような暇はないな。戦の時こそ読まなくては。一首読めば心は落ち着き、邪念も振り払えるはずです。心の平穏か。さようです。ちょうど良い場所が火事場近くの崖の上にあります。そういった場所を見つけましたら、ぜひとも対馬の美しさを歌になさってください。戦火を免れたかようなところが他にもあるだろうか。鳥を探すのです。導いてくれるでしょう。あの鳥をご存知ですか？どのような鳥のことだ？金色の鳥です。鳴き声を聞くと平和だった時を思い出します。ああ、母上はその鳥のことを、何よりも対馬のことを知っておる生き物だとおっしゃっていた。その通りでしょうね。もしこのような時でなければ、あの鳥を追ってどこに誘ってくれるか知りたいものです。俺が追ってみよう。お主は平和が戻るまでは控えておけ。そういたしますね、坂井様。よし。お手伝いできることは？お侍様、戦続きでお疲れのようで。さあ、この癒しの湯にお浸かりになってください。戦に備え、英気を養いたいでしょう。ああ、常に万全であらねば。ではこちらへどうぞ。湯に浸かるだけで身も心も洗われますよ。それにたびたび湯に入れば、長く栄えて命を全うできると言われています。
さあどうぞ。暖かくて心地よいですよ。叔父上が生きておいででよかった。教えを授けてくださった生涯一の恩人、失うわけにはいかん。決して。なんという変わりよう。これで大軍にも打ち勝てましょう。猛虎軍全てが相手でも不足ない。礼を言う。もったいないお言葉。湯は島のあちこちにございます。お探しください。御養生は大切でございますよ。湯に浸かり、戦に備えたお体をお作りください。黄色のウグイスか。あんな鳥は初めて見た。あとはやってみよう。尋常に勝負。やがに打ち壊が手に入れ。
溢れておる。戦えば野犬のように囲まれてしまう。奴らを寄せつけない手はないだろうか。飛ばすのに向いた諸刃の兵具、敵の強を突き一息に仕留める。行く。侍様、橋を渡れないのです。どうした？日吉の湯へ向かう途中で橋を渡ろうとしたら、猛虎が谷で待っていて下から矢を射い始めたのです。怪我人が？文太、私の甥です。おとりにされておるのか。家族を橋から遠ざけておけ。あとは俺が。Vasson Bezgut'e! Oh!
Dechte bochkom zte. これで最後だ。 文太を助けねば。 止まった。終わったぞ。家族が待っておる。ありがとうございます。もう渡ってよいぞ。
兵を倒した。痛めつけましたか。なぜお主が気にかける。このまま日吉の湯へ向かえ、油断するでないぞ。はい、そうします。よし、ノブ。Oh!